先日、兵庫県が、えー、JR の赤字ローカル線をまあ、今後どうするのかっていうのを話し合うために、その当事者の JR 西日本とそれから沿線の、えー、トップも交えてですね協議会を立ち上げてまあ、話し合いを始めたんですね。JR 西日本が4月にですねまあ、今後維持が難しいであろうという赤字ローカル線を公表しまして、えー、その中兵庫県は、えー、4路線6間でまあその 赤字ローカル線が公表対象になったんですけれどもそこでまあ実際に JR としてはまあその維持が難しい要は JR 単体としては維持が難しいので例えばですけれどもその上下分離方式といいましてその車体を走らすところは JR はやりますけれどもその下の線路とか駅舎とかはもう各自治体で管理運営してほしいという、まあ、上下分離方式であるとかあとはバス路線に転換するとか要は鉄道を 以外の方針も含めてですね、まあ、広く考えてほしいなというのが JR 側の立場だったんですけれども一方でその各自治体側としてはこの JR の運営、経営を残したままなんとかまあ活性化で路線を維持したいということで、まあ、実はもうスタート地点からかなりまあえ離れていてです、ねまあ、これがまあうまくとこの先ですね協議会の中で話し合いがうまくいくのかなというのはちょっと心配されるところなんですけれども兵庫県側としてはですねそのやはり 地元の県立高校に通う高校生の通学としてやはりまあ残してほしいというところもありますしあとは実際にあの阪神・淡路大震災の時に山陽本線の一部がまあ通行できなくなって実際にそのローカル線をまあ迂回して物や人を運んだということがあってそこでまあなんとかその県側としては廃線にしないで残してほしいという思いがありましたそういう中でですね自治体としてはなんとかまあ利用客を増やそうと、えー 例えばこれまでディーゼルカーで運用していたところを電車に置き換えてですねそしてまあなんとかスピードアップを図っていったりとか、えー、そういう形でですねなんとかあの少しでも便利になるようにというところを試してるんですけどなかなか増えないとそういう中で一つまあヒントになるのが貴、えー、新線といって姫路と えー、それから岡山の新見を結ぶローカル線があるんですけどもそこで,です、ね、やったのが、えー、実はあの増便の、まあ、臨時的なんですけども県の予算で一時的には便数本数を増やすという、まあ、社会実験をやったんですねでこれまではローカル線っていうのはやっぱりどん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 利用者が減っていくので、まあ、本数便数を減らすそうすると、まあ、不便になるので例えば まあ行きはいい時間にありけど帰りがいい時間になかったらまあほんならもう電車や列車やめ使うのやめとこうかということで結局、毎回になったりとかしてそうするとまあ利用者が減っていってさらにまあ便数本数が減るというまあ,ある種悪循環悪いサイクルがあっていってどん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 まあ利用者が減っていくということになったんですけれどもこの寄進線の実験ではそのまあ県の予算を使って上下線で16本便数を増やしていく。そうするとやはり、まあ えー、便数が多くなると便利なのでやっぱり利用者が増えるということがあったりとかさらに、えー、ここで言うと新型車両これまで、まあ、最高時速85キロで運行してたのを100キロに引き上げてでその、まあ、新型車両も、まああのー、すごい、あのー、明るくスマートな感じの,あの車体で横にこう朱色というか、まあ、赤色のラインが入ってるんですが、まあ、ちょっとこれは参考情報なんですけど実際この,あの、えー、沿線にあのー 赤とんぼってあの同様の赤とんぼってい、まあ、うのがあるんですけど、まあれを作詞した三木与フさんのふるさとが辰野市ってあるんですけどもそこの、まあ、赤とんぼをイメージした横にの赤いラインが入ってて、えー、その沿線の駅にはです、ね、その赤とんぼの銅像があるぐらいで,です、ねまあ、地元の人はその赤い車体を見ながら夕日に向かって走るので、まあ、赤とんぼがこう、ね、頭を思い浮かぶような状況があるらしいんですけども、まあ、そういうあ新型車両を導入したりとかそういう形で,です、ねまあ、少しずつ、まあ、利用客を増やしていってさらにはですね 駅舎も古い木造の駅舎があったりしたんですけれどもそれをまあ新しい駅舎にしたりとかあとはやっぱりその駅にどうやって人を集めていくかというところで例えばまあ駅前に駐輪場を整備したりとか。 それからさらに言うとまあ駐車場を整備していって要は今まで利用していた人よりもまあもっと新しい人を取り込んでいってなんとかまあ駅に人を集めていこうとさらにまあ駅前の再開発をやったりとかしていってですねそういう努力が実ってですねそのまあ特に増便の効果が大きかったと思うんですけれども利用客がまあ当初の1.4倍に増えたということがあるのでこの増便というのはまあ,ある種発想の転換なのかなと思ったりするんですけれどもこういうところにまあローカル線が 人を増やすというヒントがあるのかなと思ったりするんですけどもやっぱそれでもやっぱり1.4倍に増えたとしても、まあ、赤字は赤字なので、まあ、今後ですねこの協議会の中で,です、ね、もっとまあ新しいアイデアが出てきたりするかもしれませんけども、まあ、いずれこの JR のローカル線をどうするかというのは非常に厳しい議論になるのかなというふうに思っています。<music>